はい、皆さんこんにちは、フライミング上達法、今日はマントリングが苦手なのですがということで、ちょっとお伝えしていきたいと思います。マントリングって言って、のクライミングの中で、主にね、こうボルダリングでよく使われるムーブなんです。でマントリングって言って、あと一般的にはマントルとかマントル返しとかとも呼ばれる、用語で、なんかね、どういうことかっていうと主にこう河原の岩なんですね、がありますね。でちょっとオーバーハングしてて、でここをこうなんかちょっとホールドがあったりして登って、行くわけですね。でこう下もこうマットのがいろいろ敷いて登るんですけど、ここのところで要はこうヒールフックをかけて、体をこうよいしょとこうよじ登っての上に上がんないといけないんですね。で、その時にこうやるのがこのマントル返しという、マントリングという技術になります。で、このね、マントリング、大体ボルダリングで使われるんですけど、だからね、セオリーとしてはまずこうヒールフックをかけて、体がこう上がっててヒールフックをかけて、で手をこう保持しといてホールド握って、でこれでよいしょズリズリズリとこう上がっていって、この状態がじわっとこう上がっていって、まあ体が上の方まで上がってくるとこう安定して、この岩の上に立てるというそういうやつです。ちょっと動画があればよかったんですけど、私動画ちょっと自分が撮ったの見当たらなくて、多分 YouTube でね、こんなのマントル返しとかで検索したらむっちゃ出てくると思います。はい、もう特に、河原のね、ボルダリングですねのボルダーではもうこれ絶対出てくるという感じの、ことになります。でこれ苦手にしてる人多いです。私もね、結構というか相当苦手でした。で、このですね、マントリングなんですけども、ここのね、手のホールド、足のこうここ引っ掛ける場所とかがね、結構千差万別なんですよ。あと岩のこの傾斜もね、急な場合、あとホールドとかもあんまりなくてスベスベしてて、なんかそれでくるっとこう返さないといけないとか、いろんなね条件が変わっていきます。はい、であと河原なんで、結構下地がね、いろいろタイプあるんですよね。でこういうなんか岩場があったとしても、なんか下ね、下地がこうすっごい悪くてみたいな、で、下にこう岩ゴツゴツしてますみたいな、こういう場合って結構あったりするんですよね。多分岩場のね、河原の岩で、ボルダリングされてる方はね、あ、そういう経験ある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 っていう人多分絶対いると思うんですけど、で、ここがね、マントリング難しいのは、このムーブに入るときにね、結構頭が下になるような感じなんですね。もしこう落っこちたとき手がね悪くて、手がスポンって抜けたときに足だけこう残ると、足がこう残ってこう落ちちゃうんで、頭から下にこう落ちることがあるんですよ。で、それで結構高さが、ここの高さがね、上もう5メートルとかなると、で下地もくちゃくちゃとかね、石があったりすると平らになりません。マット敷いてもね、マットもそこに 4,5 枚敷いたとしても、ここでこう登る人ですね、こう登ってやる人は頭を下にして落っこちる場合があるので、もう超怖いです。はい、でそういうね、
ところっていうのもあるんですよ。であと河原なんでここの、ホールドの部分がね、なんかあの川のなんていうか湿気ですよね、湿気でこう微妙に湿ってたりとか、するともうこれはね本当に恐怖なんですね。でまああのこういうねところ、まあぶっちゃけねこう嫌な人やらなきゃいいって思うかもしれないけど、まあ、あのここのね課題のそのムーブとか結構かっこいいムーブで岩もかっこよくて、で、それも結構いいグレードがついてたりすると、まあトライしちゃいますよね。で、まあ、あとはね、この恐怖との戦い、あと、自分が登れるかどうかとの判断との戦いでもあるんですね。で、まあ、もしこれね、登れたら超嬉しいんですよね。まあ、ほんとね、ほんと自己満足な世界なんですけど、これって超楽しいし超嬉しいんですよ。でまあ一回こうやみつきになった人はね、どうしてもやっちゃうかなと思います。でまあもしこんな感じでねここ登れたりしたらもう本当に絶叫して、ここの岩の上で多分5分ぐらいこう吠えまくってますね。こう登れたらねもうボーってこうね叫んでたりするんじゃないかなと思います。で、実はこれが前置きなんですね。すいません、これでねボルダー、マントリングのね、練習法、まあ苦手だから練習したいですよね。で、いきなりここから結論言うと、実際とこジムで練習法ってあんまりないんですよね。これがね、ジムでねほとんど練習できないっていうところが、まあ、少しはできるんですけどね、ね練習できません。で、その理由もお伝えします。それはね、私もね実はねボルダリングのジムを自作することができまして、で、2回ほど試したんですね。1回目がね、とある、最初に作った店舗で、こう壁が、こんな壁を作ったんですね。で、下はここにマットがあって、みたいな。で、ここが、まあ、ね。まあ、こんな感じかな。上から見るとね。なんか下、ちょうど下人がこう、だからルーフになってて、ルーフがあって、で、ここからこうカクッとなって、で、ここはこう、なんか、マントルでこう返すような、なんかね、ちょっと動き的にこうなんですけど、ね、これで、ここでマントルを返すような壁っていうのを作ったことがあったんですけど、まあ、あんまり良くなかったですね。なんか、ちょっといまいちなんですよね。で、あと、もう一回試したんですね、これでも。こんな感じだったかな。で、今度はね、こんな感じのマントル壁を作ってみたんですよね。で、やってみたんですけど、これもね、やっぱりいまいちだったんですよね。二回ダメでしたね、なんかね。で結構諦めた感じなんですけど、ジムでマントルのねその課題、が、まあ、あんまりよくこういかなかった。でまあこれがねなんでかっていうとジムで作るこのマントルの壁ってこのホールドはね変わるんですけど、このホールドの形とか変わるんですけど、この形状っていつも一緒なんですよね。そんなにこう変えることはできないんですね。毎週変えるとかいうことはまあできない。で、そういった意味で、一回ここクリアするとホールド変えてもね、大してね、こう、変わらないんですよ。変わらない。で、それこことか言ったらね、もうできる人はここホールドなくてもね、返せるようになっちゃって、何してんだって話になっちゃったんですけどね。そんな感じで、この河原の岩場とかは、もういろんなね、その下地とか、あとホールドですね。で、あとまあ、ここにね、スポッターって言って、
助けるじゃないですか、落ちるのをこう、だから頭から落ちたら危ないから頭こう支えてあげたりする人いたりするんですけどね、そういうスポッターの人がいるかどうかとか、まあ、そんなね、いろんな要素が絡んでて、でもうねこの岩一つ一つでね、そのマントリングの仕方っていうのはね千差万別なんですよね。に比べてこの人工壁で作るマントリング課題っていうのはもう、基本こう壁の形状っていうのが一定なんで、なんか一回できちゃうと大体全部できちゃうみたいな感じになりがちなんですね、というところでちょっとそこは違いがあるのかなと思います。だから、まあ克服したいっていうんであれば、河原のねボルダリングエリアに行って、まあ自然のね岩で、練習しようっていうことじゃないかなと、私はそう思います。で自然の岩場でまあ練習するのがまあ一番結局のところは一番覚えるし上手くなるかなと思います、はい、でまあ結論はもうここなんですけど、これでね一応結論なんです、まあ、ちょっと補足をさせてください。一つねリードのところでねマントリングの課題っていうのが課題とかルートがありまして、私が好きな大分県の岩場、ですね。で、やってたところがあって、で、まあなんかその大分県の岩場のところに、なんか15メーターぐらいのルートかな、なんかこうずーっとこう、15メーターぐらいのルートをずーっと上がっていくんですけど、最後のこのピンがあるところのところがテラスになってて、なんか台みたいになってるんですけど、ここにあと一品かけたらもう終わりっちゅうところで、この地面が、ここが15メーターか、それぐらいかな。15メーターぐらいなんですけど、そこに なぜ、最後のここのムーブがね、なんとね、マントリングなんですよね。で、なんていうかな。普通のリードクライマーってマントリングの練習ほとんどしないからね、ここの登り方わかんないんですよね、ぶっちゃけ言ってね。で、ここで、まあ結構おじさんとかおばさんとかね、リードの、多分 11A だったかな、なんとかタワーっていうね、ルートがあって、最後マントルでっていう、まあマントルじゃなくてもいけたのような気がして、私はマントルじゃなくても背が身長があったんでいけたんですけどね、マントルでもできたんですけど、だけどまあそういうルートありました。で、ここでね落っこちるとここからね4メーターぐらいボーンってこう絶叫しながらねおじちゃんおばちゃんが落ちてくるんですね、なんかそれが面白かったなっていうのが1点の補足と、あともう一つはねこのねマントルのね名人みたいな人がいたんですね。マントリングの名人みたいな、マントルのね名人みたいな人がいて、なんかねこれがねうちのところのジムのお客さん元のお客さんで、なんかね昔すごいね機械体操をしてたらしいんですよね。高校の頃かな、男性の方なんですけど、おじさんなんですけど、機械体操されてて、このね、マントル返しが、まあ、うまいうまい。どこでもね、この岩で、ね、どこでも返すみたいな感じだったんです。で、その人に聞いたんですね。そしたら、この機械体操のところで、なんか釣り輪ってあるじゃないですか、こう釣り輪。釣り輪と、あと段違い平行棒じゃなくて、普通の、平行棒じゃなくて、鉄棒ですね。普通の鉄棒。ね。なんかこの競技をやるときに、結構ね、この、釣り輪でこう、なんかブリッっていう感じでなんか、マントル返しするみたいな感じで手首を返すらしいんですよね。で、その動きがこの、マントリングと同じらしくて、だからどうしてもねボルダリングジムで練習した方が結構、釣り輪とかいいのかもしれないですね。ちょっと私やったことなくてちょっと、全部が全部、説明しがたいとか、あとこの鉄棒もなんかぐるぐる回る時の
動きでこう鉄棒の上に乗るような感じのことがあって、そこでもやっぱマントリングと同じような感じで使うらしいんですね。なのでまあもし室内でどうしてもって言ったら、多分これをね、これの釣り輪と鉄棒で練習するといいのかもしれませんけど、私はちょっと確認を取ってません。ただ経験者団の話なので、はい、まあそういう感じでございます。で、まあこのねマントリングすごく奥が深いですので、まあぜひねボルダリングで外の岩場される方は極めてください。結構ねここの確信のとこ越えたけど、このマントリングで落ちて、登れなかったとかいうこともよくある話なので、ぜひ極めてください。そういうお話でございました。ありがとうございました。